皆さんこんにちは、大塚くんです。こんにちは、遅い、大塚くんです。遅いよ、違う、遅くないです。久々にこの2人で撮影ですね。久々どころで騒ぎじゃない。どんぐらい経った？もう1年ぐらい1年ぐらい経った。1年ちょっとは、はい、もうどういうテンションでやっていいかも分かんなくなった本当に、はい、今回は何だっけ、久々の技術のね、はい、の動画としてなんですけど、はい、今日はそのフォアの強打が打てる人との と何だっけだからさっき話しててね、どっくんが自分で、ね、俺ラケットヘッド下がってたつもりに上がってたわっていうところから、はい、自分で最近なんかちょっと自分でバックの強化をしてたら、なんか自然とヘッドが上がり、フォアのヘッドが上がりすぎちゃって、でこの前試合でちょっと怪我しちゃったんですよ久々に首をやる、そう、首が動かなくなるっていう事件が起きてっていうことで、まあそういうこともないように皆さんにも少し説明しようかなと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、さあということで、まずフォア側の強打の時、まず強打ですね。そうね、まず強打の話をちょっと言います。で、ボールをまず打つ時に皆さんはどう捉えているか分かりませんが、大体の人はなんか上回転の状態で下回転をそのままこう振ろうとしている方が多いかな。ちょっとラケットかぶせてる感じ。そうそう、最初にかぶっちゃってて、で結局なんか打った時にずれちゃってボール上がってっちゃったりとかで、これをまあ改善と言いますか、まあ、下回転打ちの話と上回転打ちの話、うん、だ重ねてみるとって話なんですけど、めっちゃくちゃまず簡単に言うと2極です。ラケットを握る時にヘッドを下に向けて握る方、うん、力が入る方、上に向けて力を入れる方、多分2極だと思うんですけど、うん、で、まあ間違いなく入れることが、多分こうやって上に握ってた方が上回転には強いです、うん、ただその回転にしっかり強くやりましょうみたいな感じのが結構多いんじゃないかなと思うんです、うん、で、ヘッドを下げるパターンの時は、うん、強打とか回転が自分で生み出しやすいというか、うんうんうん、強打とか強打をバンって打てる、回転かけられるみたいな、ヘッドもあるもんね。そうそう、で多分そのヘッドを2回下げて打ちました。でこの後に結構みんなこう固めちゃうからパンって勝手に打っちゃうっていうパターンの人もいるし、逆に固めない方がいい。固めない方が2回連続でバンって打って、まあ、ちょっと振り遅れたりするかもしれないけど、威力はまあまあ出る、うん、っていうのをちょっとお見せしようかなと思います。 OK です、はい、下げるのにちょっと力を少し加えてあげる。下げるのに力を加える、はい、と自然とどこに力入る、中指とか薬指とか小指とか。そうだよね、その3本のどこかに力が入るんだけど、大体なんか小指の前に入るかもしれない。そうね、で下回転のまず強打の話から言うと、ういちょっと待ってください説明させてもらっていいですか。下にこう力加えていってあげる、軽く、はい、でこれの状態から一気に抜く、入れた状態から抜く、そう、入れた状態のまんまでいっちゃうと何が起きるか、ちょっとこうなるので、スイング終わんねーみたいな感じのパターンの時はあると思うので、はい、この時からおー、よく見えるじゃない、俺も。のドライブって言ったらそのイメージ、ね、そうこれ多いですよね。でこれをヘッドを上に立てて持ちましょうパターンの時、うん、はい、これね、これ動画を撮るとすると、あるよくある、あるよ、ありますよね皆さん、はいで、うん、なることが多い。最近僕もこれ良くなってました。へー、なんなら試合でこれぐらい浮いたボール絶対見せないよ、ミスったっす。この状態で打てて。こうなる場合の時は本当にいわゆる多分その回転系でこうやって打っていくしか本当にないと思うし、ボールの威力はまあ間違いなく、まあ、落ちる、うん、弱くなると思います。まあ、ただスピード感はないけど、逆に言えば安定してそうな感じする。そうですね。なんかこうドーンドーンってなんかこう山が強い感じになってくる、うん、シンプルに。なんかこうしっかりこう溜めて。イメージつかないかな。
打球点早めでいったらダメそうだ、ね、そうそうそう、だからその僕の感覚でこうやって取られちゃうとこういうミスしか出てこないんで、うん、これはアウトです。でも逆に上回転の時はなんかこうミート系というか、で、これを僕のこのヘッドを下げに行く形からボールを捉えに行くと打って、あ、OK、 はい、なった時にその次のボール、早いタイミングで行かないとどうしてもこう、うん、今、2回目多分ちょっと遅れてるんです、感覚が、だからちょっと詰まってます、うん、だから早く行ってあげないと狙えない。でヘッドが下がる分ボールの下に入れるけど上回転の時にボールの下を捉えるからめっちゃ速く行くか落とすかしか方法がない。だから高いところを狙いに行けば狙いに行くほど多分ミスが増えてくる。そう、難しそうじゃん、うん、オーバーしそうじゃん。そう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 、でその後なんですよ。だからこの後にバックに来たらっていう話になった時に、うん、フォアのそのヘッドを下げてる状態からバックに入った時のうん、うん形どうしたらいいか、まあ、正直言ってこれ打った後振り切るしかないんですよ。そうね、だからこっから、はい、こっからだからチョンって入れに行く方がむずい。うん、ならもうそのまま大きい振りですパーンって打っちゃった方がいい。そうそうそう、昔の自分はどうやってたのかなって思って、うん、はい、で昔の自分は結局こういう折れ曲がった振り、まあ、いわゆるヘッドが上がった状態でからスタートしてバックをこうやって振ってたことが多い、うん、からこっちの打ったものの方が大きくなる、うん、だから狙いやすい。だからこうヘッドを上げた状態の方が上回転の両ハンド形成っていうのは楽なんじゃないかな。確かに、はい、で今のそのなんだろう、現代の卓球はこっちが多いです。そうだね、どっちかというと基本的にはバックが主軸だからこそフォアがそうなる。下回転をミスらないようにまず入れましょう、うん、でバックでしっかり狙うか入れて上回転でラリーをしましょう、うん、みたいなパターン。だからまあ上回転になったらリスクしかないけど下回転はミスらないっていう感じですよ、うん、で一方で多分ヘッドが上がってる方って多分下回転結構入れに行くんですけど結構入れづらい、うん、からなんかこうボーダーマーになってしまう方結構多いんですよね。打球点がどうしても早くはいかない。そうそうそう、で最近の一般の方も多分結構こっちが多いから、うん、だからやってると分かるじゃん、上回転のラリーすると負けるんですよ僕ら。あの普通にパワーンって結構すっげえ派手なボール出てくるからえみたいな、今のやばくないですか、いや分からないですってなるよね。そうそうそう、だから2極なんで多分、まあ、正直言って下回転しっかり狙いたい人はちょっと下げに行くところに力入れてもらって、うん、多分振り抜くときに多分勝手にこう上に反動で上がってくると思うんで、だから力抜くっていう形がどう出てくるか、うん、振るときに力が抜けてる。でどちらかというと今の人たちは力抜いてから入れてくる方なんで、ヘッドが上がるときに力が加わる人が多いから、うん、だから回転系になっちゃう。次はそうそうそう、なんかちょりちょりちょり系っていうのは多いですっていうのが今日のお話なんですけど、まあ、だから2極の話ですよね、うん、ヘッドを上げてた方がバックも行きやすい、フォアもその上回転には強い、うん、フォア側で下げるか上げるか、で下げた上で打った後の次のバックとしては、うん、まあ、しっかり振り抜いていくのか、そう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 、ちょっと合わせてかけるのかっていう感じかな。そうっていうのをちょっと皆さん覚えていただけるといいんじゃないかなと思いました。おいで、ペンの方は最近ヘッドが下がってると思うんで、どちらかというと下回転パコン打ちやすいんじゃないか。めっちゃやりやすい、やりやすいですよ、やりやすい。だから上回転の時にどうやったらいいかっていうと、多分ヘッドを上げられるかどうかがだいぶ重要になってくると思います。で基本的には多分ヘッドが下がってる状態の方が、うん、多分威力は出る。でそう、ヘッドを立ててた方が威力は減るけど安定を求められる、安定を求めていってバックで戦うとか両ハンド系で戦う、うん、はい、どちらかに的を絞ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、っていうことで久
久々の動画、久々の動画これにて終了なんですけど、皆さんはどうですか？これやってみるとちょっと違うんじゃないかなっていう思います。オッツォ君でした。